お願いします。じゃあ上側のこの横を、はい、で紹介いたします。じゃあ私はと言いますので、あとを紹介してください。はい、私は一切の自我の判断を捨て、真我の視点から全てを捉えます。私の存在の全てを愛と光で満たします。私は存在するもの全てに対して愛を持って接します。私は純粋な愛そのものです。私は無限の光そのものです。私は宇宙そのものです。私は絶対なる健康さを持って人に接します。私は至高なる魂の意志に従って行動します。私は自分の内なる純粋な愛と光と調和を体現し表すために生きています。はい、はい、ありがとうございます。何かご質問はございませんでしょうか。ゴルちゃんは、ああ、どうですか。はい、神の願いって何。神の願い、それはどこから質問が、どういうところから出てきたんですか。みんな神だっておっしゃってるんですけど、はい、本質の神の願いって何。神の願いっていう言葉が出てきたんでしょう。え、いや、自分が思ったの。はい、あの神イコール、本体本心の自分なんですね。イコールで、この場合どうしても人間って人間対神っていう対比で、キリストなんかでもそう言って言うんですけれども、神に人間はなれるんですか。いや、神には絶対人間はなれないんですよと。神によって、作られたものだけれども、普通の非造物と違って人間だけは特別なんだと。神の見姿として作られてるんだけれども、いくらどう努力しても人間は神になれませんってキリスト教の人が言うのを聞いたことがあるんですけれども、キリスト教はそんな考え方なんだ。それ考え方なんですね。もう神は自分自身の本心本体なんですよ。で、前から書いてるようにこういう図で書いても、まあ、これは個としての意識ですよね。で、魂がこうあって、で、ここに宇宙意識があって、これは究極根源なる神と言っていいわけです。でも、ここにいる、ここにいる、ここにいるじゃなくて、これ全体がもう宇宙でしょ。存在の世界ですね、これが。まあ、こういうふうにいろんな形で物やいろんな国や動物がここへ現象界で生まれてくるわけですけれども、これ見てわかるように、これ一つで一個しかないじゃないですか。この存在世界っていうのは、これが手っていうのは、これを見て手って言ってもこれ違いがあるけれども、これ全体見たら一個じゃないですか。同じなんですよね。これ一つで神なんですよ。だから神と人間が別のものなんていう考え方なんであって、真理ではないですね。それは思想ですね、単なるね。で、真理は神イコール人間、神イコール万物ですよ。これで見ても分かる。ここは万物の存在する世界でしょ。で、これ見てるように一体でしょ。で、こういう次元の神、こういう次元の神、こういう次元の神で、まあ次元のいろんな次元の存在を神神神って言えるけれども、ひっくるめて全部イコール神じゃないですか。ですから、この神の願いっていうのは、願いを持つっていうのは、これはまあ人間の神に対して人間の感覚で捉えた時に、神の願い、神の思い、神の怒りとかね、西洋では神の怒りなんて言いますよね。だから神が怒ってとか言って、いろんなギリシャ神話もそうですけれども、神が怒ったり嫉妬したりね、それで懲らしめたり、あるいは兄弟仲違いしたり、そんなことを物語作るけれども、それは人間の世界の投影じゃないですか。人間的な感覚で、神を推し量るということはできません。それで人間の自我意識ですよね。肉体自我の感覚や、その枠組みでですね、
この普遍というもの、普遍、あまねく全てに行き渡っている、これを理解することは、この限定された個の自我意識、概念の世界からはできないことなんですね。ですから神の願いなんていうのは、本来ないんですよ。であえて言うなら、あえて言うならですよ、魂の次元の自分のがいますよね。でここに、現象界がある。まあ別の図で書いたら、魂がこうあって、物体がこうあります。これが個の意識です。でこれが神です。というのは、これはすでに、まあ、神界というか非常に高次元の世界にいますので、神なんですね。でこの次元がいろいろあって、根源なる一者、宇宙神と言ってもいいし、根源なる一者、ここへ行き着くわけです。ここからずっと無限の光が出てきた末端にこの魂があって、そしてその魂に個というものがつながっていると、こういう構造になっているわけなんですね。ですからこれをずっと進化させていくと、究極根源なる一なるものに行き着くわけなんです。これが究極の魂の目指しているところであるし、魂自体の、最終的な悟りの、これとこれが差があるとしたんですよ。これとこれは差がありますけど、これとこれに差があるんじゃなくて、光の度合いの違いと考えてるんですよね。 20W の光と 100W の光があれば、 60W の電球もあれば、 80W の電球もあるわけです。そういう過程がこの次元の違いというふうに考えればいいわけですけれども、光は光なんで、光としての優劣は何にもありません。で、こことここはあまりにも違いすぎてるんですね。差があるから差を取らないといけないっていうのが悟りであって、人間のその生涯、ね、あるいは古賀という、この小さな自分自身の肉体自我ですね、この自我を脱却して、この魂の自己に目覚める、対処練習、体重になる、これが差を取る悟りのレベルなんですね。そこから魂自体の進化がさらに続いています。ここであえて言うならば、この魂の、あるいは魂を支援する、まあ、神々って言ってもいいし、自分の先輩の高級神霊と言ってもいい、そういう方々は神々なんですけれども、日本で言うなら山を譲って言ってもいいんですけれども、そういう方々の願いというのはなくはないわけ。何が願いかというと、この早く肉体自我を脱却して、魂、光、さっき唱えたように、光であり真理であり愛のそのものである自分自身の本体、これが本体ですね、本体本心の自分自身の存在に目覚めて、この差を取って、肉体自我を早く脱却してほしいという願いを持っている。魂、そして魂の次元の自分自身ですね。何してるの、もたもたすると、自分がこれだということは早く悟りなさいよとは思っています。それから支援する方々もそうです。そのために守護霊など守護神などいろいろ言いますけれども、そういう支援する方々は、安泰にこの日常生活を送れるようにとか、この物質世界で成功するようにって導いてるんじゃないんですよ。この魂の目覚めを導いてるんですね。でそれを果たすことが我々の輪廻の目的なんで、これはここで言うし、神と化するというね、すでに神なんで、自分自身の本体に目覚めて、自分が神であることに目覚めるという、そういうこと、それが必要なだけなんですね。三極動体はこれが一つに連なって、空の状態で、肉体とかを脱却した状態になりますよね。それが悟った状態です、ね。それが常住座が続くようにということですね。で、願いというのは、ですから根源なる一者が願いを持つということは、これは人格になりますよね。そんなもんじゃないです。人格じゃない。人格がある、ものではないですよ。原理ですよね。普遍的原理、真理ですね。で、より次元の肉体意識に近い次元に来ると、ある意味ではこの願い、だから神の願い、神々の願いというのは、早く、この肉体自我を脱却して、この世界が完全な調和に満たされた世界になるようにということは願ってますね。で個人個人に対しても、早くそんな勝手に自分で悩み苦しみをせずに、
自分の本心である光に目覚めて、早くそういう肉体とかを脱却し、完全なる至福、幸福を早く得てくださいよという願いはありますよね。そういうことです。だから神っていうのは、何も外にいるものではなくて自分自身です。自分自身の本体、これずっと一本に連なっていますから。ですから光源と光の末端にある光と、これは同じ光ですからね。そうやって生み出されてきたものですよね。でこれを戻っていくわけですね。だから願いというのは、まあ一番近しい神というのは自分自身ですよね。この自分自身という神がですね、あるいは守護霊でも守護神でもいいですけど、それを支援している存在は、この早く肉体意識から魂そのものの自分の自覚に目覚めるようにという願いを持っておられる。どういうことですか。そういうことでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そういうことです。はい。何か他にご質問はないでしょうか。今の話聞いてて、はい、もう最近僕ちょっといろいろと、はい、まあ、なんか頭の中になんか出てくるんですけど、はい、あの今の話聞いとって、こう皆さんはこう神さんと自分とは違うという認識で考えるから、神さんは何を考えとるかというのをこの人が言ってるんじゃないかなと思って、はい、で基本的に今のお父さんの話聞いてたら、あの 神さんと自分とは違うもんじゃなくて、つながってるもんやから、はい、別にその神さんとでも自分がやってることが、まあ、バランスを取るためにこの世に必要やからこの世に生まれる、そのバランスがうまいこと整うことがいいんですけど、バランスが崩れることによって、まあ、調和ができなくなってるっていうのがほとんどのかなっていう思うんですよね、はい、だからまあ今の話とか違うもんやっていう考え方をなくした方がいい。そういうことでしょ、ね、はい、なくした方がいい。なくすっていうその通りだけど、それが難しいっていうことですよね。そうですよ。だって肉体自我に固着して、これに執着して、肉体自我を自分だと思い込んでいるわけですから、それを手放したりすればいいことなんですよ。で、魂であることには、今のこの瞬間だって、あの全く失われているわけじゃなくて、今、見失っているだけのことですよね。だから自覚はいかないだけであって、今現在でも、というか、不生不滅と言われるように、生まれたわけでもないから、滅することもないという、これが魂の特性ですね。だから魂はずっと存在し続けてるじゃないですか。これ一生の光で根源から来てるものなわけですから、それはあの耐えることなく存在し続けてるのは当たり前のことですよね。生じたわけじゃないから滅することもない。一回生まれたものは消えます。だから肉体は消えますよね。やって生まれてたから、あらゆるここの現象界にあるものというのは肉体も含めて物質の世界ですから、永久不滅の存在とはないですよね、はい、で、その魂は、ですからこの瞬間においてももう輝き渡っているわけです。魂は輝き渡って調和と安らぎ、至福、そして愛そのものであることはもう間違いない。それが自分の本体であるにもかかわらず、これを自分だと思い込んでいる。それで勝手に苦しんでいる。だからこれをしてれば、肉体自我意識をパッとしてれば、これにすぐ目覚めます。できる、はい、だけど、理屈が分かっても、じゃあ肉体自我をパッとこの瞬間にしてますよ、瞬間にしてたら、あの究極の魂の目覚めが得て、悟り開くんですけど、なかなかね、まあ、ここで捨ててください、すぐ悟ります、ここでって言われてもね、それで意識浄化っていう形で、この、この何かっていうと、ここに阻んでる、まあ、前から言う、妄想で、これが邪魔しているんであって、これがなかったら直結するんです。三極統合の時のように、これを突き抜けて、妄想念を突き抜けて、この邪魔するものですね。それで本体にかな直結するでしょ。だから思考も感情も出てこない。思考や感情を生み出すのは肉体自我を作り出すこの妄想念の部分なんですよ、ね、だから瞑想は結局今の自我、体に対して、はい、いろんな感情でもそうですし、自分の感覚もそうです。それをこうどんどんこうなくすっていうのがおかしいんです。そうですね、まあ、瞑想の時っていうのはできるだけ思考や感情やイメージ、そういうものが停止した状態ですので、空の瞑想をするわけなんですね。だからその魂に直結した存在の状態になるんで、それをできるだけ長く維持して定着をさせるということが、まあ、瞑想の意味だと考えたりするんですよ、はい、でそれを定着して自分のものにして、その
このパイプならパイプがだんだん瞑想をやめるとまたねビューッと閉じてしまうみたいなね、普通またあの肉体自我をしたりして生き方になってしまいますよね。だからだん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 ここに穴がうがってですね、うがたれて光が通って、だんだんこれが横に押しやられたり、これがだんだん物体自我のこの営みをしなかったら、これ強化される要因がないので、だんだんこれは希薄になって消えていきますね。まあ、雲が消えていくように、無産無償の状態になっていきます。というのは、肯定的に作ったものであって、魂の属性ではありませんので、これはね、大したものじゃないんです。カルマとか因縁とか言うけれども、そんなもん恐れるものではない。そんなまあ、魂が持っている特性じゃないですから、そんなまあ、本質のものではないので、消えます。だからこれを維持することです。ね、それがまあ修練ということでしょうね。三極統体が上々だが維持しましょうっていうのはそこにあるわけですね。でまあ禅ではその直視妊娠検証成仏、まあ、こういう言葉、これは別々の言葉なんですけれども、まあ続けていくと理解すると続いている言葉。これは直に、指し示すということで、これはね言葉とか概念とかそういうものではなくて、まあ実際に体現体得することを意味しているわけですね。言葉で理解し、物を読んでも真理を悟ることができませんが、これは直に妊娠というのは、これ人の心意識ですね、意識を直に捉える。だから自分たちの意識っていうのは、この表面意識の自覚しているこの意識じゃなくて、無意識の中にあるこの部分が問題なわけですけれども、何が埋もれているか、どんなヘドロのようにここに、無意識の中に沈み込んでいるものがいっぱいあるわけですけれども、これを見て正体を見破っていかない。それから本当の意味のこの自分っていうのはここにあるわけですから、これが自分の本心、本体、自分の、まあ、心の究極の存在と言ってもいいと思うんですね。ここをずっと見つめている、ここに自分の探求する意識がですね、届かないといけないんですね。で、検証成仏というのは、これが本性ですね。本性ですから。だから、本性を見る。で、成仏というのは悟りという意味ですよ。だから直に自分の心の内を見て、そして本性にを見てですね、本性を捉えて、それによって成仏する、悟りを開くというまあ言葉なんですけどね。でこの前から言うように、その、まあ、いろんなスピリチュアルの世界ではすぐそのなんか天使だとか、それからチャネリングだとかね、どっかの星の異星人とのメッセージとかね、そんなこと言う人いるんだけれども、そのお釈迦さんが何もそういう世界について尋ねられた時、何もおっしゃらなかったっていうのは、その世界を知ってるけれども悟りに向かう修行のしてる身にとって、その知識は何の意味もないでしょうというところだったんですね。それは何も、回答を与えられなかった、血をつぶんでおられたということなんですけれども、ですから我々が見るべきものは外にあるものじゃない、どっかの神とか何とかの神とか何とかの天使だとか、そういうものじゃなくて内側に見ていかないといけないですね。でこれは内側ですね、この方は内側です、これは外にあるんじゃないんですよ。だからこういうふうに書けば分かりますね、内側です。だから外側というのはあくまでこの客観的な現象化した外の世界じゃないですか。この物質の世界がある意味外手や外、これも含めて内なんですけどね、本当はね。あえて言うならば、これが外であってね。ここには現れた現象化した結果の世界であって、ここに真理は存在しないわけですね。だからここへずっと求めていく。それがこの直視妊娠検証成仏、自分の本性をしっかりと捉えるということですね。そして悟りを開く、そこに悟りがある。
自分自身の本体本心に気づいてない。気づくことが悟りなんですね。だから直接的に自分の心の人の心を探求をして、ここに気づくということで、まあ、こういうことが全部伝えられているんですよね。自身自身検証情報を作るんですけど、これをまあいろんな解釈をする人が出てくると思うんですけども、こういう意味なんですよ。だけど、まあ、なかなかその追求するのが浅いところで終わってしまっていることが多いと思うんですね。心を探求するって言ったらね、やっぱり心の精神の領域を超えた、心の領域を超えたところに自分の魂の輝きがあるわけですから、で、まあ、さっきも質問があったように、この肉体を捨てればすぐこれに目覚めるんですよ。これを捨てればね。ところがこれがいっぱいあるでしょ。普通は肉体側を捨てれば、じゃあ死んだらどうなんですか。だから死んだ人はここにとらわれるんですよ。これは死後の世界です。意識の世界っていうのは。これ死後の世界ですから、ここに例えば名誉、金、地位に対する執着のね、人に対する恨み、いろんな欲念、この世界、目に見えるこの世界、物質世界に対して、この世界が真実の世界だと思い間違っているような観念、いろんなものがあるわけですね。これにとらわれるから、肉体を捨ててもここにとどまってて、それがここら辺うろうろしてるわけですよ。まあ言うたら浮かばれてない、浄化してないっていうのは、これを捨て、肉体を捨てても自我意識にこだわとらわれてしまってるんですからね。それ生きている時にやらないんです。死んでしまったらもうとらわれたままになりますよ。生きている時やったらまだ尻尾言うようになってね、はい、肉体がある間にこれ早く捨てていくから。よくうちの同じのおじいさんなんですけど、はい、もう聞いた話じゃなくて、やっぱ死にたくない人とか、なんか病気になったりとかしたら、こう一応死ぬ前にいろいろ言ったりとか、恨みじゃないけどね、言うこと聞いたことがあって、はい、で、逆に元気な人で、なんかほっくり死ぬって言った場所ですけど、したいことして食べたいもの食べて寝るわって寝て、朝起きたらあれ死んでもだった人っていうのを話聞いたこと、苦しみがないよね、はいはい、で、そういう人は今言うその、そういう意識が少なくて、やっぱ恨みづらみある人って死んだ時とかも必ずそうじゃないですか、ね、雲の表情でね、その人の価値観や信念体系がありますから、信念体系、価値体系、それから今まで無意識の中に潜んでいる妄想には多かれ少なかであるわけです。そういう方向へ向かっての心がけで、ずっと意識を高め、浄化するようなことを長年にわたってやってこられて、スーッと自然死されたんだったら、まあ、スーッとこう行かれるかもでしょうけど、生まれなんですよ、そんなの。うん、気がついたら亡くなってたって、私の知り合いのお父さんもこの前、気がついたら亡くなってたって、と思って、孫が来て、おじいあれ、おじいちゃん死んでるん違うって、ほんま死んでたんやけどね。そういうケースはあるんですけれども、まあ、大往生といえば大往生なんですが、ここの世界にとどまってしまうんです。これが亡くなっただけなんです。死んだことも気がつかないことがあります。死んだって普通、なんやって。おじいちゃんおじいちゃん言うから、いや、ここにおるんやろって言うけど、まあ、聞こえへんからね、まあ、そんなことがあったりするでしょ。だから、ここの世界に行ってしまうと、ここに今まで生前においてどんな感情想念や、どういう価値観や人生観や死生観を持っていたのか、そういったものが影響するわけです。だから、死ね体験のきつい、まあ、その物質、医者とかがここに引っかかるっていうのね、多いよね、ヘミシンクなんかで、そういう、こういうエリア行った人なんかが言ってるのは、まあ、とにかく医者が頑固でどうしようかと、物質世界のものの身をものとして見てるから、きたったやってね、で死の世界を認めてない人の方が多いので、唯物論者みたいな、で信念体系に引っかかってしまう、考え方に、うん、信念体系領域なんて言われてる、自分偉いとか、まあ偉いもそうだし、もう価値観はこうだし、世界はこうなってるんだって、科学的な自分の学習してきたね、科学的知識、科学的世界、科学的世界があるせなかった科学者は、うん、だけど本物は違う、本物は全部そういうことを認めてる、ユカイ・ヘイグもそうやったし、アインシュタインだろうが、まあ、ケプラーだろうがね、うん、まあまあそういうことでですね、私たちの持っていくは魂に目覚めることです。魂に目覚める道はここの
ここで指導しているのは人を治すことじゃないじゃないですか。魂の導き、魂の目覚めじゃないですか。そこへ至る。で、我々の施術も患者さんとかクライアントに施術を通じて魂を解放し、魂を導こうとしているわけですよ、うん、体が治ったらどうでよしっていうんじゃないですか。だからすごいんですよ。これからは絶対に必要なんです。絶対それが中心になっていくんです。間違いない。ですからそれを担って、我々はそれを伝える、指導者、施術家、それを伝える伝道師になっていくんですね。なんかご質問じゃないですか。のちゃん、遠方から来て、遠方から、いろいろあのYouTube を見ていただいてみたい。 YouTube というか講座のね、最初分かってたけど、だんだん分かってきたという話ですけど、そこで出てきた疑問とかないですか。いや、あとは連絡してくださいよ。だからね、本当に自我、これいつも言ってた自我、これは肉体自我はどうやってる、一体自我を構成する要因は何ですか、一体自我かっていうのも何なのかっていうと、人間関係、価値体系、感情のエネルギーですね、感情総合の、そして感情波動のパターン、思考パターンの集合体が自我なんです。自我の実体というのは仏教では無我と言って、実体はありませんと言ってるわけですね。それはそうなんです。こういうものは後天的に作られたんです。幼少期から我々が経験する中で、あ、こんなことしたらこうなる、あんなことしたらこうなる、こう言うたら怒られる、いろいろ自分の経験の中で信念体系、価値体系を築いてきたわけですから、あるいは刷り込まれたものもありますよね、受け継がれたものもあります。この経験によって、これもだから人によって価値観、信念体系、感情反応のパターン、思考パターンは人によって違うんです。経験が違うし、生い立ちも違うわけだからね。こういうものが集まってできたものですから、これは確固としたものでも なければ条件によって生じたものですから、こんなものを自分だと思い込んでるんですよ。で、よう見たら自分って何か分からんと思うんです。実体がないから。自分だと思い込んでるよ。肉体でもないし、価値観かな。価値観なんて意外なもの。真理ではない。だから、でもそういうものに寄りすがって自分だと思い込まないとしょうがないから、だから自分の考え方や価値観を否定されたら、すごい腹が立ったりするわけ。あれ落ち込んだりするわけ。自分がこれだと思い込んでる。思考と、感情が自分自身じゃないでしょう。思考を抱いたもの、価値観を抱いているもの、それこういうものを便宜上こういうものを寄せ集めてる本体は何なんですか。これをバラバラにしてしまったら、これが消えてしまう。これが姿を現す。だから具体的にはこういうものを突き崩していく。これが意識状態。心を高めるとかね、意識を拡大するとか、先進、心を浄化していきましょうとか、まあいろんなことを言いますけれども、具体的にどうするん、反省して改めて、悔い改めてね、良き行いをしましょうっていうのは、それは全然ダメなんですよ。いくらやろうとしたって、人間は表面からいいことしようと思ったって、それに反発する、このネガティブな想念があれば、反発するこっちの方が力は圧倒的なんですね。今までいろんなことをお話したり実験したりしたように分かっちゃうけどやめられない。これを直にこれを突き崩していくことしかないんですね。だからこういうものをとらわれですよね。一言で言うと足かせ手かせ自情自爆になっているものは自分の信念体系いや価値体系なんですよ。これに縛られてるのね。
ここで自分が変えられない、それが柔軟になれない、それをどんどん捨てて柔軟になれば自由自在になるでしょ。本来全く自由なのに意識っていうのは不自由にしてるわけですよ。ここで自分で自分を苦しめるんですよ。思い通りにならないといけないとか、社会的な価値がいろんなその価値観に合う自分でなかったら自分を否定するんですよ。また彼はそれを使って人も否定するんでしょ。そんなことをやってるんですね。あれもうまた暴走になる、それで生産されていく、再生産されていく、だからまた輪廻していって、これを浄化する過程をまた踏んでいく、こんなことをやってきてるんです。もうそろそろやめましょう、ね、でこれをやるのはもう前から言ってることですけど、ね、もう常に自分の思考感情イメージを自覚して見てないといけない、ね、で常に時間は観念の産物だって言ってるように今しか存在しないわけですね。過去も未来も存在しません。今だけです。今でしょじゃなくて今だけですね。だからあの今幸せでない人は未来も幸せ、今が未来であり、ね、今が未来を作っている。だから今豊かでなかったら豊かになれへんのですよ。だってあんな豊かでない現実があるのにどうやって豊かと思う、それがダメなんですよね。外にあるのは結果なのであって原因は意識なんだから、意識に原因を作らないといけない。今豊かだという意識があれば現実が豊かになります。現実にそんなのがないからなんていう条件つけて、ないから豊かな気持ちになれません、豊かになった時に豊かな気持ちになれるんですって、逆ですからね。原因結果が逆です。だから意識にないものは現象化しないわけですから、現象がどうであれ意識もなしでもいいんですよ。豊かな気持ち、豊かであるという実感があれば現象化する。それだけのことですね。で常に今しかない、いつかなんとかできる、いつか悟れる、今の連続ですということでございまして、まあそういうことも、いろいろね、岩田先生問題のことをちょっと言われてると思いますけど、今の意識、今幸せになる必要がある、今満たされてる必要があるんです。満たされたいんだったら、不平不満と愚痴がもし今あるならば、それがずっと実現していきますね。原因は自分が作っていますから、だから条件は関係ない、現象にとらわれないように心の中に常に素晴らしい輝ける王国を築いておく。何者も混合増えていってね、何者も突き崩すことのできない光に満ちた、光のもう強力な圧力でどんなものが来たってバーンと跳ね飛ばされる光に満ちた心の世界を作り出していったらもう大丈夫。そのためにはマイナスのものをそうさせない陰りを作るネガティブな要因をどんどん捨てていったらいいということですね。しがみつかず、で全てを捨てれば全てを得るというね、矛盾したような事実真理があるわけです。全てを捨てたらただ損するだけじゃないですか、何も得られないんじゃないですかという考えてしまう信念体験が違う。素直とはまだちょっとちゃんと、いや素直っていうことも必要ですよ。赤子のことがありなさいってイエスさんおっしゃった、そういう意味で素直、バカではないですね。バカではない、バカっていうのはその学業が優等という意味じゃないんですよ、うん、素直であることは必要ですけども、うん、じゃあちょっと座りましょうね。最も賢明なあるものはね、私の言ったことを聞き実践して私と同じものを売る。そして次に賢明なものは私の言ったことを理解して終わる。そして最も愚かなものは私を批判する、という言葉を思いましたね、うん、だから聞いただけで終わるのもね、意味がないですよね。実践して得ないと。で、批判するってのはもとの中で
やりもしないの、やっても見ないのに批判する。それからよく聖者の人が言ってましたけどね、教えた例えば一つの修練の修練の技法ですね、教えるで3回や10回やってる効果がありませんとか言う人、300回1000回とやってから言いなさいと、いうようなこともおっしゃってる聖者の方がね。まあ実践が本当に大事だということですよ。いろんなアイテムっていうか、いろんな知識、そしてやり方学んでるんだったら、それをやらなければ全く意味ないですもんね。まあそういうことでありがとうございました。ありがとうございます。